ゃないですか、はい、吉田組。はい、そして、はい、梅田アリカ役、宮田アリエさん、大道教の王子、国内の王子、オーレットです。最後まで吉田組の厳しさを味わいました。あ、でもすごい監督が降板表に書いてあったように、私も入る前すごい不安だったんですけど、このスタッフと明日大八監督の演出で梨花の役が浮き彫りになっていった瞬間を毎日目の当たりにできて本当に幸せでした。ありがとうございました。監督、お疲れ様でした。監督も一言お願いします。なんでサボテン持ってるんですか。すみません、どうも、皆さんお疲れ様でした。そうですね、僕もスケジュール書きましたけど、もうまあバレバレだったかもしれないですけども、インの前は本当にこれ成立するのかなっていう気持ちで、そのままでももう途中で降りることもできずですね、突入したみたいな感じだったんですけども、本当撮影一日一日こう過ごすごとに、なんだろうな、やっぱりなんかすごく不思議な力にこう後押しされる感じで、なんか撮影、まあ、なんていうの、撮影隊がっていうんじゃなくて撮影がで、撮影を通じて映画がどん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 こう形になっていく実感をこう味わったっていうのは本当にもう今回初めてで、まあね、まだ映画ができているわけじゃないので、まあ、こういうところで なかなか話しづらいんですけれども、まあ、これはやっぱりもうこのキャストスタッフのみんなの力以外の何もでもないなとこう日々感じて撮影を過ごしていました。こんなに撮影が終わるのがなんかもったいないというか、なんか名残惜しいなと思ったことは正直まだなくて、だからそうですね、うん、なんか不思議な感覚で今日終わっちゃうんだなっていう感じでアップの日を迎えるなんてことはもう初めてだし、まあ、今後ないような気がします。本当にちょっと奇跡の撮影を一緒に過ごしていただいて、どうもありがとうございました。ありがとうございます。